talking about the mind. They match your gift today. Just to see one of your smiles. The kids stay alone in Denver. Sipping the California wine. And every morning to remember you. Me long stars in my
12月にここに登場して16年ぶりというね、はい、戻ってまいりました。じゃあまだ20歳になるんですか。はい、よろしくお願いします。今日はですね、我々の後で一緒にレモンスライス、ブルーラスバンドというか、ハードスパブルとか、デイリーの方も加えてですね、一緒にやることになるかと思いますので、よろしくお願いします。はい、C で何曲目かな。はい、コーラスが非常にコーラスやってる方が結構出さってるんですけど、コーラス非常に簡単なの。ボーで昔これはもうボーだけでやってるボー、そう、その簡単だと思います。お聞きください。ボー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 Locking in me, it happened fast in the wake of a lie. I've been the last one to ever was white. You smiled on me, and that's when I knew that heaven was looking at you. Whoa, 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 whoa. It never finds a breaking ball.ありがとうございます。CD で、CD、本当に CD で、コメントも入ってますので、欲求不満溜まった時にボーボーと言っていただければ、ストレス発散になるので、ありがとうございます。今日はたくさんの友達も来ていただいてですね、実は彼女の友達がたくさんいるんですけど、はい、私の友達もたくさん来ていただいてですね、はい、今私がブルーカスを始めた一番のきっかけというか超本人の幸せ広さん、彼女に出会いがなかったら今私はやってない、間違いない。それから
レモンスライスというバンドをですね、育てていただいた上田正也さん。上田正也さん。あ、ちょっと疲れた。それからたくさんのですね、ハーベストムーン、それからデイリーヒルの皆さんも来ていただいてね、いろんな方に応援されてですね、我々も九州の片田舎から、こうやって出てくることができてます。ありがとうございます。はい、ということでですね、暑いですね。今度はですね、よく忘れましたけど、セカンドからとりあえずします。はい。来てはる方はですね、CD だ。CD は何しに来たんだろう。タイムリミットですね、まあ、今のところ大阪ぐらいまで行ってないので、できれば九州までに行くぐらいですね、入れるといいかなと思いますが、この後ですね、じゃあ、コースだとね、デバイブということで、デバイブ、デイジーフィルの方と一緒に一緒にやりましたので、今回はコースなので、やると思います。はい、で最近はですね、前奏が長いと今若い人は聞かないんですね。いかに前奏を短くするかということをずっと試行錯誤してこういうふうにやりましたけども、聞いてください。また違う曲も
用意してまいりますので、どうぞお越しください。この曲で最後にしまして、この後ですね、
仲間がいっぱい来てますので、ね、ロングメディテーションの歌のサナダさんとかですね、その次にロムサンパイの歌の方とか、最後に、ペーパーローズの、ナースですね、そうそう、言葉の準備、体の準備、姿勢の準備をしてますので、ね、じゃあ、このクリアスライスの曲の話を聞いてみましょう。この後ですね、ブセット、あれはクッションがなかなかブセットできないんで、そうなんですね、ブセットまあ、今回は12曲目
曲なんで、この日は森たけし。コーラス、久永ゆう子。はい、それとまさや。バンドの木下健太。バンドの本田。Thank you.
それでピーターの取り合いというのがあって激突バトルというのを2008年の暮れにしたんですけどもね、それがまた再燃しまして、もう見て通りあの健太郎さんはもう追い漏れてきましたので、彼の介護の押し付け合いというのがまたナンシーと、ゆうちゃんがバトルすることになりました。12月7日にレモンスライスと、今このメンバーね、レモンスライス CD バンド1枚目のバンドですね、それとなんとハーベストムーンが復活するという15年ぶりに復活して定期的に演奏しようという、しかもギターがすごいです、上がりおさんもうちゃんのバイオリンにしてしもたんけど、ゴーリーはギターを弾けなくなったんで上がりおさんが毎週練習に来てくれるらしい。いや本当にね、そろそろ来月の練習のために歩いておかんが間に合いませんけど、まあ、そういうことで12月7日本気トングで、そういうイベントをやります。再燃激突バトル、ピーターの、介護の押し付け合いどうなることやら、よろしくお願いします。This world is seen.
His heart.